カープの先発は小林でした。この小林がまず見事なピッチングで試合を作りました。途中までパーフェクト、結局森のヒット1本に抑えて5回無失点。バファローズの先発は川瀬でした。川瀬も初回を2者連続三振で2アウト目3アウト目を取って、共に3年目の両ピッチャーがナイスピッチングで立ち上がりました。まず試合を動かしたのはカープです。2回のカープノーアウト1、2塁から2打差のタイムリーで先制をしました。二股のヒット、そして二打差のタイムリー、最初エラーから始まったこのチャンスでした。ツーアウトになってからバッターボックスには好投していた小林、今日 DH を使わなかったカープなんですけれども、センター前に落ちたボール、もう終始ベース上で笑顔が絶えなかった小林ということになりました。これで2対0と先制したカープです。そしてルーキーの内田のファインプレーもありました。3回までパーフェクト、そしてバファローズ4回に森のツーベースがあってランナー3塁まで進めたんですけれども、 T 岡田をセカンドゴロに打ち取ってこのピンチを小林がしのぎます。ヒットを打たれたのがこの回の1本だけ。続く5回も三者凡退に打ち取った小林が5回無失点で降板をしました。見事なピッチングを見せました。しかし6回の表のバファローズの攻撃です。この回に一挙4点ということになります。代打の西野がレフトにうまく弾い運んで源がホームイン、途中ワイルドピッチもありました。さらにこの当たりがピッチャーへの内野安打ということにもなって、これが佐野光大のところだったんですけれども、結局この回4点が一挙に入るということになりました。藤井も打ち取った内野ゴロがなかなかアウトにつながらないという場面もありました。さあ一方カープですけれども、6回の裏ツーアウト二塁から丹羽沢のタイムリーヒット、今日2本目のタイムリー、丹羽沢です。2アウトから二股のツーベース、そして二浦沢のタイムリー、その後内田のヒットもあったんですけれども、この回1点。しかしその直後7回です。フォアボールのランナーを送りバントで送って西野のタイムリーツーベース、今日2打席連続のタイムリーとなった代打から登場した西野、さすがの活躍を見せました。このあと7回の裏カープ無得点、8回両チームとも無得点で、9回表もゼロで抑えたカープだったんですけれども、ここで試合が動きました。9回ワンアウトランナー1、2塁、中村貴博タイムリーヒット、さらに1番木下、これで同点に追いつきます。5対5。そしてその前から守備に入っていた名原、昨日は1番スタメン起用、空振りの三振2つで途中でベンチに下がりましたが、その悔しさをぶつけて中村貴博も好走塁、さよなら犠牲フライとなりました。カープファン限定空間、カープ券誕生。豪華ゲストと双方向でのやり取りを楽しみながら、1軍、2軍のカープ主催試合をライブで視聴。詳しくはスカパーカープ券で検索。